ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが、霊夢は諏訪文明って知ってるか？諏訪文明、初めて聞いたわ。日本の話、一体いつの時代の文明なの？おおよそ縄文時代の中期頃に最も栄えた文明だ。中心地である諏訪神社では、カエルや鹿の首を神に捧げる、不思議な神事が未だに残っているぜ。生贄ってこと？日本に生贄文化なんてあったっけ？いや、それが縄文文化には存在しないんだ。え、どういうこと？他にも縄文時代にはありえないような高度な技術が存在するなど、謎が深い文明なんだ。あくまで一説だが、諏訪文明はユダヤ文明とも関わりが深いと考えられているんだぜ。ユダヤ、日本の文明なのに、冒頭から謎だらけだわ。諏訪文明について、一から詳しく教えてよ。ああ、それじゃあ今回は、謎に包まれた諏訪文明について解説していくぜ。楽しみだわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、諏訪文明の中心地である、諏訪神社について簡単に説明しておこうか。お願いします。諏訪神社は全国に2万5000社ある諏訪神社の総本山であり、長野県の諏訪湖周辺に存在する4つのお宮を総称して諏訪大社と呼ばれている、日本最古の神社とも言われているんだぜ。日本最古、歴史あるお社なのね。さっきも少しだけ話したが、諏訪神社には一風変わった神事が今でも受け継がれているんだ。例えば、2匹のカエルを串刺しにして神に捧げる、川津狩り神事。それから、鹿の首を生贄として捧げる、御頭祭。なんだか、ちょっと残酷なのが多いんじゃない？他にも、巨木にまたがって急な崖を滑り落ちる、御柱祭、というのもあるぜ。これに至っては、全く意味がわからないわね。しかも、こういった不思議な神事の意味合いは、今でもよくわかっていないんだ。え、わからずに、カエルや鹿の首を捧げてるの。ちょっと肌寒くなってきたわ。これについては、後からきちんと説明するぜ。その前に、諏訪神社の歴史についても触れておこうか。諏訪神社の成り立ちには、古事記にも書かれている出雲の国譲り伝説が大きく関わっているんだ。出雲の国譲り伝説って言うと、古事記の中の一大エピソードよね。大国主が平定した出雲の国を、アマテラス狼に迫られて譲るって話だったかしら。よく覚えているな、その通りだぜ。ただ、出雲の国を譲り渡すまでには、いろんないざこざがあったのは覚えているか。そういえば、一筋縄ではいかなかったような気がするわ。人柄のいい大国主は、アマテラス狼が派遣した使者をことごとく懐柔して骨抜きにしてしまうんだ。そこで、最終兵器として派遣されたのが、天界切手の力自慢、武見和地だった。武見和地は、力ずくで大国主に国譲りを迫る。そうしたら大国主は、私ではなく二人の息子に聞いてみてください、と答えた。武見和地は早速、一人目の息子、琴城主の神のところへ向かい承諾をもらう。しかし、二人目の息子である武見中田はそう簡単には首を縦に振らなかった。武見中田と武見和地は、出雲の地をめぐって決闘することとなる。確か、どちらも力自慢だったのよね。そうなんだ。しかし、さすがは天界の神、勝負はあっけなく、武見和地が勝利を収める。そうして、追い詰められた武見中田が逃れた土地が、現在の長野県、諏訪の地だったんだ。なるほど、ここで繋がるのね。武見中田は最後には降伏し、以降、諏訪の地を出ないことを約束した。こうして武見中田が、諏訪の地の神として祀られることとなったんだ。諏訪神社は、大物主の息子であるこの武見中田が祀られてる社なのね。表向きではな。随分含みのある言い方だけど、何か隠されてる事実でもあるのかしら。鋭いな。ただ、ここについてももう少し解説を進めてから言及させてもらうことにするんだぜ。何それ、早く知りたいわ。それじゃあ、この国譲り伝説の、その後の話をしていくんだぜ。その後、気になる言い方ね。武見中田が逃れてきた諏訪だったが、実はすでにその地の支配者がいた。それが守谷大臣だ。武見中田は、今度は諏訪の地をめぐって、この守谷大臣と争うことになる。武見中田も血の気が多いわね。二人はそれぞれ武器を持って戦うんだが、武見中田は木製の、守谷大海は鉄製の鍵を使ったとされている。鍵って、あの先っぽがフックみたいになってる鍵よね。さすがに木と鉄じゃ相手にならないんじゃ。いや、この戦いは武見中田が勝利した。すごいじゃない。武見和地が強すぎただけで、武見中田も相当強かったのね。戦いに勝利した武見中田は、守谷一族に代わって諏訪の地のトップとなった。しかし、面白いのはここからなんだ。実は敗北した守谷一族は、その後も変わらず諏訪の地を治め続けることになったんだぜ。武見中田は、もちろん、武見中田も権力者として諏訪のトップに君臨し続けた。武見中田一族は大葉振り、守谷一族は神長官という役職について、異なる立場で権力を持っていたんだ。どちらも聞き馴染みのない役職だわ。それぞれ説明してよ。ああ、大葉振りという役職は神をその身に下ろす、荒人神という立ち位置なんだ。神が取り付いたその人自身を崇拝する、生き神信仰だな。対して、守谷一族が担った神長官はあらゆる神事を取り仕切る役割で、呪術によって神の声を聞いたり、神に願い事をしたりする役職だったんだ。守谷一族は、古くから諏訪地方で祀られていた御釈寺という神を扱える唯一の存在だった。何か、特別な力を持った一族だったのかもしれないな。大葉振りが神そのもの、神長官が神と交信する役割なら、やっぱり武見中田一族の方が、
諏訪のトップにいたと考えられるんじゃない？いや、そうでもない。大羽振は世襲制だが、代々幼子が継いでいたとされる。政治のわからない幼子をトップに置いた上で、実権は森屋一族が握っていたと考えられるんだ。なるほど、平安時代の摂関政治と同じやり方ね。その後も、大羽振の存在は江戸時代まで代々受け継がれていたが、明治維新の際に廃止されてしまった。こんな歴史があったなんて、初めて聞くことばかりだったわ。神話の話から、ちゃんと実在する神社の歴史に繋がってるなんてなんだか不思議ね。そうだな。そうしたら、ここからはついに、諏訪神社の奇妙な神事について触れていくぜ。待ってました。生贄を捧げたり、丸太を落としたり、なんだか一風変わった儀式が多かったよね。そうだな。まずは、鹿の首を捧げる、御頭祭から行こうか。これは75頭もの鹿の首を捧げる儀式なんだ。今は剥製を使用しているが、近世までは実際に鹿を殺して生贄としていたみたいだぜ。ひぃ？この御頭祭の始まりとされる話が、諏訪に伝説として語り継がれている。それは、少年が神の使いとして生贄にされそうになっていたところ、馬に乗った男が現れて、人間でなく75頭分の鹿の首を捧げるのだ、と言って去っていった、という話なんだ。なんだかふわっとした話ね。しかし、不思議なのは、縄文時代に生贄文化というのは見つかっていないこと。ここで登場するキーワードがユダヤなんだぜ。出た、ユダヤ。なんで日本の縄文時代の文明の話が、ユダヤに関係してくるの？さっき話した諏訪に伝わる逸話が、旧約聖書の中の、イサクの犯罪、という話にとてもよく似ているんだ。それはどういう話なの？なかなか子宝に恵まれなかったアブラハムだが、年を取ってから念願の息子、イサクが誕生する。しかし、ある日突然、神から幼いイサクを生贄に捧げるように言われてしまうんだ。嘆き苦しみながらもアブラハムがイサクを殺そうとした瞬間、天使が出てきてそれを止めた。すべては彼の忠誠心を試すための試練だったんだ。しかし、何か代わりとなる生贄を差し出さねば、と考えたイサクは、近くにいたお羊を神に捧げた。登場人物が違うだけで、ほとんど同じ話じゃない。そうなんだ。さらに、諏訪の神社の御神山は、森屋山、だが、イサクが殺されそうになった場所は、森屋の地、だと伝わっているんだ。森屋はヘブライ語で、ヤハウェが見る、という意味があるぜ。ソロモンが神殿の建設を始めていたり、ダビデの前に神が現れた場所ともされていて、非常に神聖な場所であることは間違いない。鳥肌立ってきたわ。さらに、巨木を切り倒す、木落とし、や、巨木ごと川を渡る、川越し、という儀式。それも関係あるの？ああ、ユダヤの伝承の中で、ソロモン王がエルサレムに神殿を建てる際に、杉の大木を山から滑り落としたり、回路を使って運んだ、という話がある。やってることそのまんまじゃない。ユダヤの神殿の建築を祝う儀式ってこと？他にも、諏訪社の神門がユダヤのシンボルである、メノラー、によく似ているという話もあるぜ。なんだか怖くなってきたわ。一体どういうことなの？ここで霊夢、はじめに話した竹見中田と森屋大臣の戦いの話を思い出してほしいんだ。二人の武器は何だったか覚えてるか？もちろん覚えてるわよ、鍵でしょ。竹見中田は木製、森屋大臣は鉄製のものを使ってたのよね。完璧だな。このエピソードから、森屋一族は当時から製鉄の技術を持っていたことがわかる。だが、日本で本格的な製鉄が開始されたのは、5世紀頃になってからだと言われているんだ。この二人が戦ったのって、出雲の国譲りの後だったよね。余裕で紀元前の話じゃない。そうなんだ。もし当時から森屋一族が製鉄の技術を持っていたとするなら、ほぼ間違いなく、渡来系の民族だと考えられるぜ。さらに、この森屋山には、後に蘇我氏との戦いに敗れた物部の森屋が訪れていたという話もあるんだ。森屋山の頂上付近には、物部の森屋神社というのまで残っている。しかも、物部の竹麻呂という人物に至っては諏訪にやってきて森屋一族の養子となり、最高職である神長官にまでなっているんだぜ。よそから来た人が養子とはいえ最高職に就くなんて、両家にただならぬ関係性があったとしか思えないわ。物部氏の親神は逃げ早日の御事と言うんだが、この逃げ早日が失われたユダヤ十二氏族の末裔であるとする説もある。逃げ早日って、神武天皇よりも先に大和の地にいた神様よね。そうだな、神武天皇と共に大和王権の発足に関わるとても重要なポジションの神なんだが、その出自などの詳細は、危機にほとんど記されていない謎の多い存在だ。都市伝説の勢いでないが、ユダヤの末裔と言われると信じたくなってしまうよな。逃げ早日の系譜を継いだ物部氏と、そこと密接な関係のありそうな諏訪の森屋氏、両家のルーツがユダヤにあったってことになるわね。さらに、逃げ早日の正体は大物主ではないかと言われているんだが、ここにも森屋氏につながる秘密があるんだ。大物主って、大国主が出雲を平定する前に出てきた神様よね。国づくりを成功させるためには自分を祀ってくれ、ってお願いしたっていう。その通り、大国主は大物主を三輪山に祀って、その後無事に国づくりを成就させたぜ。
この大物主だが、実は蛇の姿をしていると言われているんだ。そして、森屋一族が古くから信仰していた諏訪の地の神、未釈寺神も蛇体を持つ神なんだぜ。もしかして、逃げ早ひイコール大物主イコール未釈寺神ってこと？完全に同一かはわからないが、何らかの関係があってもおかしくないよな。まあ厳密に言えば、蛇体なのは未釈寺神と交わる粗相神なんだけどな。また新しい神様が、ちょっとこんがらがってきたわ。簡単に説明してよ。現在の未釈寺神は、数々の信仰が混じり合った複合神と言われいて、その一つが粗相神なんだ。ただ、この粗相神は未釈寺神にとってとても重要な役割を持った神様だった。この二柱は、つがいとして交わる存在だったんだ。神様にもつがいなんてあるのね。戦国時代までは、粗相神を地上に下ろす儀式、三室神事というのが行われていたんだ。これは諏訪社の敷地内に作られた三室に未釈寺神を憑依させた笹と、三体の蛇を模した麻の人形を入れて、未釈寺神と粗相神の出現を祈る、という儀式。これも意味ありげな儀式ね。霊夢、冒頭でカエルを生贄に捧げる儀式があるって話をしたの、覚えてるか？もちろん、そんなインパクトある話、忘れないわよ。この河津狩り神事の開催は旧暦の1月1日、そして、三室神事が1週間前の12月23日。どういうことなの？蛇の好物はカエルだろ。え、だからカエルが供物ってことなの？三室神事は4ヶ月弱行われるんだが、これも蛇の交尾から産卵までの期間と合致する。三室神事は、粗相神を身ごもらせるための儀式ってこと？粗相神は女性器を表す、粗相の神でもあり、女性の象徴的な存在と言える。たたりをなす男性的な神、という見方のある未釈寺神と三室の中で交わることで、新たな神を生む儀式なんじゃないかと言われているんだ。産んだ子供は、諏訪の新しい神、次世代の未釈寺神になるんだろうな。でも、おかしいんじゃない、大葉振りは、竹見中田一族の末裔だったよね。三室神事の話だと、諏訪神社で祀られてるのは未釈寺神ってことになるわ。そうなんだ。森屋氏は、未釈寺神を扱える力を持っていた、と言ったよな。表向きには大葉振りが祀れているとされている諏訪神社が、実は未釈寺神を祀っていたとしたら、森屋氏が権力を握っていた理由もわかるわ。怖いくらい繋がっていくわね。ああ、しかも、この邪神というキーワードがユダヤの話にも繋がっていく。次々に出てくるわね、興奮してきたわ。ユダヤの失われた十子族のうちのレビ族は、蛇の女神を信仰していたと言われているんだ。もしかして、粗相神のこと、もう確定と言えるんじゃない？いや、さらにもう一つユダヤとの共通項がある。まずはこの写真を見てほしい。諏訪地方では、縄文時代中期のものとされる土器や土偶が大量に発見されているんだ。そのうちの一つに、心臓筒型土器というものがある。なんだか、デザインが日本っぽくないわね。どちらかというとエジプトとかにありそうだわ。これは人なのかしら？頭の部分が管を巻いてて、ちょうど蛇みたいね。そうなんだ。しかも、研究によって、この心臓に刻まれている模様は天体の運行を司っていることが分かっていて、この神は、月の神、と言われているんだぜ。日本で月の神と言ったら、太陽だったらアマテラスだけど、月は、月読み。ご名答だぜ。アマテラス狼とスサノオの兄弟である月読みは、トライ系の旗氏の祖と言われている。そして、この旗氏のルーツも実はユダヤだとする説があるんだぜ。つくよみは、イザナギの右目を洗った時に生まれた神様、つまり一つ目から生まれてるよな。一つ目って言うと何を連想する？フリーメイソンとか。いい線言ってるな。フリーメイソンで使われる目のシンボルは、キリスト教のプロビデンスの目がモチーフになっている。これはエジプト神話に出てくるホルスの左目と言われていて、ウアジェトの目と呼ばれている。ちなみに、右目は有名なラーの目だ。そして、ラーの目が太陽の象徴なのに対して、ウアジェトの目は月の象徴とされているんだ。つながった。しかも、このウアジェトは蛇体の女神なんだぜ。ちなみに日本では、月読みの反対、左目から生まれた神が太陽を司るとされるアマテラス狼だ。左右は逆だが、信仰は全く同じ。実際、こうして土器まで残っているんだもんね。ああ、この他にも蛇や月、女性をモチーフとした土器や土偶は数多く見つかっているんだ。通常の縄文文化とは明らかに一線を画した諏訪大社の信仰。やっぱり、ユダヤとの関係性を疑わずにはいられないわね。ユダヤの始まりは約4000年前と言われているが、諏訪文明が栄えたのは縄文中期の約5000年前。時系列的に、蛇、女神、月神の信仰が生まれたのは日本の方が先であると考えられるぜ。諏訪の地の信仰が日本からユダヤに渡り、ユダヤの文明と融合して、再び日本に帰ってきた。つまり、逆襲入ってこと？そういうことだな。縄文なんかの時代に、そんなグローバルな交流が繰り広げられてたの。やっぱり古代って神秘に包まれてるわ。まったくだな。さて、今回は謎多き諏訪文明に迫ってみたが、どうだったか。日本にこんな神秘的なロマンあふれる文明があったなんて驚いたわ。ユダヤとの関係についても、ぜひもっと深く考察してみたいわね。そうだな、都市伝説的に語られることも多いが、こうして見ると本当に文化的な共通点が多い。古代の諏訪地方では、縄文、出雲、ユダヤ、そして諏訪の土着信仰、様々な文化が融合して、他にはない、独自の文明が築かれているのかもしれないな。